どうも、アイアス 120% の男、ブス島です。アリス・マートネス・リターンズ。実況プレイやっていきたいかと思います。はい、前回死神に追われて、なんか死神っていうかあれか、処刑人かに追われて宿泊しておりましたって感じですね。こっから落ちてきた感じですね。じゃあ早速行きましょう。赤の女王を探せっていうことだったんで、まあ行きましょうって感じでしょうね。さあ、どうなってんだ？とりあえず向こう側行けってか？下がっちゃうのこれ。大丈夫なのこれ。下がっちゃっていいのか。おー、キノコあったか。で、こう。おー、危ねえ、危ねえ。で、おー、豚の花ある。よしよし。あれ狙いましょうか、とりあえず。よいしょ。結構狙うの。当たるか？おー、ここで当たるのか、一応。よしよしよし。へい。で、ここがいたという感じですね。で、これで今度どうしたらいいんだ。向こう側にもなんかあるのかな。とりあえずこっち側下がったから、これ結構、はい、早速なんですけどね、もうやり直しを何回もしております。なんで結構なんか今回ボスとかも出てこねえからな。さっきのあの死神みたいな処刑人みたいなあんなのが出てきただけで、よいしょ、はい、おいっと、こんな感じか。ふう、これ何、ここにこうあると。いや、これ結構わかんねえぞ、これ。よいしょ。で、はい、素敵な葬儀だったね。音楽も美しかった。棺は閉じられたままだったが、姉上のはもっと人には焼かれ、はあ、火事のあれか、後遺症みたいな感じか。で、ここにもあると。で、向こう側にもね、実はね、瓶があるんですよ。だから瓶をちょっと取りたいなと思います。よいしょ。でもこっち側行っちゃ意味ねえんだよな。こっち側乗らないと意味がないので、こっち側を、よし、こんな感じで上げていってっていう感じか。それは重しをこう、やべやべ難しいな。で、これを下げちゃダメだから、こっち側は、よいしょ、こんな感じか。で、こっち側こう行って、こう重しを下げてる最中にこっち側行って、こう行ってこうか。はい、これで回収完了って感じか。いや、結構難しいっすね。まあブス島が下手なだけだと思うんすけど、いや、これ結構過酷。まだその死んで残機がなくなるとかそういうのがないだけいいですけど、過酷だね、結構ね。ここなんかもどう行ったらいいんだ。まあとりあえず行ってみようか。よいしょ。これで、これは下がんないよね。なるほどね。まずあの上行かなきゃダメだよな、どっちにしろ。よし、じゃあこれ下げましょうか。で、これを下げていって、こう重しを、とか言っちゃったよ。いや、これ難しいぞ、これ。よいしょ。こう一気にいけるんだ。ほん。で、これで下げて、よいしょ、下げておいて、下げたらこれ戻れなくねえか。なんかあんのかな。上行けと。ほん、上行くのはわかるんだけど、これこうやって上に上がるのか。これじゃあ、もうすぐこう置いて、こう行って、おい、こんな感じか。おいっす、いった。いや、結構難しいっすね。こう、はい、チン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 と行って、はい、まあ後で向こう側はね、なんとかするとして、さあ、ちょっとマイクに近づきすぎましたね。これも同じことか。こう行って、こう行って、こう行って、なんかいるし、はいはい、おい、おいと。また重装騎兵、はい、これは、うし、はい、おっと、やべやべ、よし、先にこっちだ、はい、おいと。よしよし、はいと。くそ、こいつもいんのかよ。先にこっちだな。もうガンだけで倒した方が良さそうだな、これ。はいはいはい。よし。くそ。
はい、とりあえずこの辺のやつがもうとにかく、よし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 、オッケー。このなんか飛んでくるのとコラボだ、大変ですね。あ、こうやってね倒してやると、でこう誘っておいて来たら後ろを撃つと、こんな感じか。はい、でもこうやるとこう落としてくるから、これのタイミングでこう、ああやべやべやべ、ほい、背中をやってやると。いやー結構厳しいっすね、いろいろ倒すのが大変だな、この辺のやつは。あそこ行くのかってことは、ほんほんほん、上に行かなきゃダメだから、こう見ても、なんかあるぞ、書いてあるぞ。あ、こっち側、うん、え、こっちって書いてあるけど、え、俺どう来たんだっけ。まああそこの上なんだろうな、行くのはな、間違いなくレバーがあるから。ってことは、はんはん、またこれもあのパターンか。よいしょ、はい、よいしょ、これでこう置いて、この隙にこう上がって、ああ下がっちゃったよ。うん、でこういってこんな感じか。よいしょよいしょよし、なんかコツ分かってきましたね。これでこいつは壊してレバーを引くって感じか。はい、そうするとどっか扉が開くんだろう。あ、そこが、なんかまたあの処刑人って来るんじゃねえだろうな、これちょっと来たらやだな。でこれでこういってって感じか。なんか他ねえよな。よし、大丈夫そうっすね。いや、なんか処刑人とか出てきそうな感じでやだな。おっとおっと、フラグ来たこれ。あ、閉まっただけか。おお、チェックポイントっすね。チシャネコ、この国の番兵にしてみたら全員が順番待ちの犠牲者なのさ。ああ、そういうことはよくわかんないけど、でこの下絶対これ戦闘あるだろこれ、ほら。あ、なかった、ただのジャンプ台でしたね。ああ、よし、なんか今うーって落としたんだけど気のせいか。うわ、これはもう戦闘モードって感じだろうな。うわ、また来たよ。はいはいはい、行きましょう。はい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 、あ、くそ、はい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 、とは、はい、来ましたね。さあ、処刑人がきついな、マジで。どうすっかな。あ、こいつ上がってこれないの、もしかして。おお、あ、こっちから上がってきやがったか。よし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 、あ、オッケーオッケーオッケー、はいはい、うい、ちょっと一体ずつ確実に倒していきましょうかね。はい、ういはいはいはい、と、はい、よし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 、卑怯な手を使ってでも勝つよ今回。挑戦トランプよの。はいはいはい、と、はいはいはい、ういと、ヒヒーンと、はい、オッケーオッケー、はい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 、と、はい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 、おらおら、はいはいはい、よし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 、処刑人も真正面から、はい、回避回避、よし、よく分かってないけどとりあえず倒せそうだ。ああ、こっちじゃねえ、はいはいはい、あ、やべやべやべ、よいしょ、オッケーオッケーオッケー、はい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 、おい、オッケーオッケーオッケー、はい、で処刑人がまた後ろから来るから、その隙に逃げてと。はい、と、あ、やべ、はい、よし、いって終わり、はいはい、おい、おいと、はい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 、
何トランプの兵隊無限分けもしかして、うえうえ、あやべやばい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 、おおおお、どうしたどうしたどうした、うん、あまた、あ落ちた、うんうん、よくわかんないけどとりあえず助かったっぽいな。お、あこれまた追われるパターンか、これ体力ねえんだけどやべえな。ふんふんふん、あ向こう側になんかあるな、お下に書いてますね、瓶とウサギを使えと、まあ、とりあえず瓶を回収しましょうか。結構やばかったな今はい、ここですね。で瓶、あ瓶じゃねえや、ウサギボムを使って、どうなってんの、どうなってんの、どうなったどうなった、わかんねえな。ウサギボムを、あそこ、あ間違えた、はい、よしそこで撃てと、はいはい、あこういうことね、はい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 、ギリギリセーフ。海でもありましたねこんなん、そういえばね、よいしょ、はい。でも今回のこのなんだろう、アリスマッドネスリターンズなんですけど、ほんとちょっと単調ですね、いろいろとね。これはまあこうか、うーんドーン、まあこんな感じでしょうね。よし、これでまたバルカン砲にしておいてと、ガトリングガンにしておいてと、戦闘に、うわ体力マジでねえな、下もなんかなんかえげつない感じだけど、ういっと、これもこっちが、あはい、でまた、はい、こういうところ気持ちいいっすよねやっぱり。ああ取れなかったか、よいしょ、でここも多分、うん、うさぎかなんかって感じだろう。あ、何これは、何のアイコンだこれ、あはいはい、キャノン砲ってことか、キャノン砲を使えと。でもここを、ここ何踏むと、これあ、あなるほど、そういうことは、よいしょ、じゃあキャノン砲でいきましょうか。なんかガトリングガンみたいな、こうね、こう書くからね結構難しいんだよなこれ。おいっと、こんな感じでいいのかな、あ当たんねえな、この辺か、よいしょ、はいはい、この辺でこういけば、おお、ああ破れたね、よしよしよし、うん、こういうことか。で、これで、うん、これを見る限り、こう、うん？で、こっちが、ここはこうだよな。上でいいんだよな、ここ。いけんのか、これ。いけねえだろ、これじゃあ。うん、で、他、ちょっと見づれえな、バリッと割られてるな。あー、なるほど。そういうこと。わかんねえよ。よいしょ、これでまた。はい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 、とウィーンと出てくるっていう、なんか今回戦闘はあるにはあるけど、どっちかっていうと何だろう、進行だけしていくっていう感じなんだな。これはこうで、はい、こんな感じと、うんうん、あ何何何今度、あ赤いだけ、ただ何、はい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 、赤いだけのこいつか、あーよ、お、これだけだったらいいけどさ、お、なんか書いてあるぞ、ジャンプ、キノコ、あと鍵があるぜって書いてるな。この下にもあるって感じ？ちょっと落ちてみっか？あ、落ちたらただ単に死んだだけじゃねえかよ。で、こっち側、こっち側か。どっちに行ったらいいんだろう、わかんねえな。あ、こっち側行こう。なんか、ありますね。よいしょ、こっち。多分、ここ、見るとなんかあるだろう。多分。なんもなかったよ。豚の鼻とかあるかなと思ったんですけど、なんもない。ああ、あそこになんか浮いてるのがあるので、ね。よしよしよし。で、はい、ここで。よいしょ、はい。よいしょ、ここだな。オッケー。こんな感じか。
うん、ここで見るとまた、はい、なんか見えてるので取りに行きましょう。よいしょ、なんとなくわかるな。あーやば、あー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 危ない。よくわかんないけど助かったぜ。助けてアリス、救ってよアリス、置き去りにしないでアリス、見捨てないでアリス、一緒にいてよ。なかなかえげつねえな内容が。よし、とりあえずなんとなく見えてるんで、この辺狙っていきましょうか。ほらこんな感じですかね。よし、そしてこっち側はもうないので向こう側行っちゃいましょうか。よし、よし、このまま一気に行けそうだな。よいしょ、はい、ふわりんことね、こんな感じで。よし、でこっち側はこれで、ほんほん、なんかジャンプ台とかあるけど、まあいっか。よし、鍵があるって感じか、どっかにあるのか。ないね、わかんないけど、とりあえずまあ行きましょう。よいしょ、進んでいきましょう。あ、ジャンプ、おい、でここでも、よいしょ、ジャンプ、歯を取りながら、そしてもう一回、あ死んでばっかりですね。はい、また前戻ってまいりましたけど、はい、キノコ、私はタケノコの山が好きです。はいと、でこれでこっち側に進んでいくといけるという感じですかね。はい、ういと、はい、ここになんかあるのかな、なんかこういうところなんかありそうな気がするけど何もない。おおお、なんか うさぎを使えと。あと鍵とかねえのかな、なんか鍵穴、よいしょ、はい、よいしょ。なんかね、ほんとノーカットでやってるような感じですからね、長くなってすいませんね。これが爆弾でしょ、これさっき見えたから。あれ違うの、あーなんだよ、何にもねえじゃん、うん、だってここウサギマークついてんじゃねえか。あ、ウサギね、まあまあとりあえず行きましょう。ほんとこっち側にも行けるって感じか、どっち行っていいかわかんねえから。うわ、なんか結構道分かれてんな、うん、あーなんかまたすいません、なんか一瞬止まってしまいましたが、こっち側かな。お、ああまたウサギ使っちゃったよ、バーンと。このそのろくでなしがウォールタルイの婦人用お手洗いの中まで読めなかった。なんか本当にどんどん痛い記憶が出てきますね。ああなんか顔だ、怖いね。いきあんのがバーンとか出てきたな。こっちで合ってるっけ？よいしょ。ん？ここは入ってきたところとは違うな。ちょっともう一回見てみよう。ああ、なんかこっちが正解っぽいっすね。とりあえずなんか瓶とかねえのか、ちょっともうちょい待ってですね。アリスインナイトメアがこのクオリティで出てきたら、ちょっとブス島かなり喜びますね。マッドネスちょっと、うーん、面白いは面白いんだけど、ちょっと単調かなーって感じはしますね。いや別に作品ディスってるわけじゃないですよ、全然これはこれで非常にいい作品だと思いますけど、ちょっと物足りなさを感じるかなというのが私の意見でございます、ブスジマメのね。はい、しょ、おお、これ危ねえな、またあれもこう落ちる感じか。よいしょ、うん、よいしょ、はいと、これで、ああ、はいはいはい、そういうことね。ああ、やばいやばいやばい、落ちる落ちる落ちる、危ねえ、はい、こうなってんのね、はいはい、よし、ここね、よいしょ。なんとなくねピンクのやつが見えてるんでね、わかりやすいっちゃわかりやすいですけど、それでもやっぱ怖いね、こういう透明のところは。よいしょ、ほいっと、こんな感じかな。そしてじゃあついでにここ取っちゃいましょう。この上ってなんかあんのかな、見えねえや。よし、とりあえずここ、ほいっと、でリフトが、はあはあ、またむちゃくちゃなやつかこれ、はあはあはあ、どれ、じゃあちょっと向こうのリフトにはどうしたらいいか。あそことあそこはリンクしてる感じだろう多分。よいしょ、はい、それでここがこうで、ああ危ない危ない、こうでこうで、うんうん、
はい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 。よいしょ、こう。はい、行きましょう。はいっと。はい。おいっと。うえ。うえ、行きましたー。いやいやいや、結構苦戦したな。また。またなんか嫌な感じのもんあるな。どう言ったらいい？こっちに時計があるぜと。うん。で、ここに爆弾を置いて、こっち側、骸骨ってなんだっけ？骸骨ってなんだっけ？なんか嫌な予感がするな。まあでも大丈夫だろ、言って。よいしょ。ん？戦闘があるとか、そういう感じ？ではない。うんうん、まあまあまあ、うん、まあとりあえず行きましょうか。まずおそらくだけど、これをポンとやると時計があそこに出てくるから、あそこで撃てと。はい、行きましょう。はいはい。この時計どこ？あ、これを撃てと。まずなんか順番がいろいろあるんだね、今回ね。よいしょ。はいと、これで、うんうんうん、ちょっと短すぎだね。よし。ちょっと。はい、これで、だいぶこれで時間短縮できるだろう。よし。ここでこう行って、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 落ち着け、落ち着け。よし。はいはいはい。おお、やっとだよ。いや、これきついな、本当に。イエさん、これね、言うのはあれですけど、時間がギリギリすぎますよ、これ俺のやり方違うのかな。よいしょ。まあまあまあ、しょうがないですね。まあそういうゲームですからね。よいしょよいしょ。こんな感じで上に上がってという。これまた戦闘ありそうだな、ここ。ほら来たよ。なになになに、うほわほわ。あー、やべ。はい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 。あ、ちくしょ。おい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 、やべやべよ。はい、よし。おお、はいはい、うえ、もうこうなったら、あーやべ、焦ってる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 。仏島焦っておりますね。ボタン操作を間違えております、結構。おお、違う違う違う、フォーカス切れ。うえうえ、はいうえ、はい、よしよし、うえ、はい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 、おいしょ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 、いや一気にいくよ。はい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 、おっと、クラッチ待ってよ。はい、ほら、よっと、おいおいおいっと、オッケー。あとはお前か。ついに、あれ、また潜った。あ、わっはっはーじゃないよ。いや、おっと、おー、ここで、おお、また死神かい。あー、やべやべやべ。あ、違う違う違う、逃げねえ逃げねえと。ちょっと、これどう逃げんの。あれ、あ、こっちよかったんだ。いや、びっくりやろこれ、わかんなかった。ちしゃ猫、映り込んだ姿の方が元のものより現実味を帯びることがある。まあ言ってることはわかるけどな。はい、ということでですね、今回はなんかやたらとパニック状態ですけど、なんか鬼武者で見たようなねシーンでございますが、今回はここで一回終わりにしたいかと思います。いや、なかなかきついゲームですね。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします、ブス島でした。ではでは。ですよ、本当に。まあ今じゃ普通にね、カフェイン中毒みたいにバンバン飲んでますけどね。あ、ちゃんとエンジェルリングもある。髪の毛にかかるツヤツヤ、これがエンジェルリングって言うんですけどね。フォークで目玉刺してるよな、これな。
あ、3も悪くないね。なんかビッチくせえな。血みたいなの大好きだからね。でかい、半端じゃなく。赤ちゃんから老人までみんな大好きですから。これ常識では考えられない発言。コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価をしていただくと今後の励みになります。よろしくお願いいたします。